染色体継承機能学のカールトンです我々の研究室では染色体がどのように制御されることで娘細胞や次の世代に正しく分配されるかを研究しています主に原数分裂前期の染色体ダイナミックスと哺乳類のエピジェネ,ジェネティック就職の役割について調べています 元数分裂前期、相動染色体がそれぞれのパートナーを探して、架空の中で探して、認識して、ペアになって、組み替えで交差を作って、それが成功したら正しく分配されることができます。と正し、うまくいかない場合は、北島先生がさっき言いましたように、元数分裂のミスが起こりやすくて、 これが不妊やダウン症に至ります。で、あのこの相動染色体の、えー、とそれぞれを認識するメ,メカニズムや、えー、と組み換えをあの作るメカニズムにはまだ謎が多く残されています。で、我々はこの分身メカニズムを明らかにしようとしています。 でモデル生物としてこの線虫という生物ですあの生,殖生殖細胞がたくさん入っていてで体が小さくて透明ですからあの染色体のダイナミクスが顕微鏡で観察することが簡単ですあの我々のアプローチはあの超解像度顕微鏡やあの定量的な、えっと、画像 解析を使ってあの染色体の構造と染色体と結合するタンパク質の,あの極剤をあの可視化することで染色体を制御するメカニズムに迫ろうとしています。であの第2の研究テーマは 5-hydroxymetrycytosine シシというあの DNA 就職と DNA ダメージのつながりを追求しています。 5HMC というのは哺乳類のシトシンの4割ぐらいを占める 5MC メチル化されたシトシンの酸化したベースというものです。でこの 5HMC の役割は以前不明でしたが我々は近年この 5HMC が DNA 損傷のマーカーである 53BP1 というタンパク質と強極剤することを見つけました、えっとあの。DNA を損傷する薬剤でもあの直接あのラボ内であの作ったレーザー顕微鏡で直接 DNA ダメージを与えてもあ同じく 5HMC の極剤を誘導することができますで。そこでこのエピジェネティック就職の役割は なんだろうと思ってじゃあ 5HMC がない場合は DNA 修復はどうなるのかを調べました 5HMC を 5MC から作る TET という酵素を c r i s p r c ス s ンゲノム編集でノックダウンしてノックアウトしてで染色体のそのノックアウトした細胞に DNA レプリケーションの阻害剤を加えて で、その状態で染色体の分配にミスが顕著に上がることが分かりました。これより 5HMC に DNA 修復に大切な役割を果たしているだろうと分かりました。しかし 5HMC がどのように DNA 修復を助けるのかはまだ分かっていないので、このメカニズムを明らかにしようとしています。の ラブはあの私を含めて外国人が多いためあの共通語が英語ですしラブ内のコミュニケーションが全部英語で行っておりあのとても国際的な環境です。あの興味のある方はあの気軽に声をかけてください。